おしんでございます。いつもご覧になっていただきありがとうございます。本日のテーマは信じるになります。先週ですね、私も小さい頃からね、可愛いなと思ってですね、ファンでいたんですけれども、芦田愛菜さんが9月11日にですね、星の子というね、今度ね映画で始まりますけども、その舞台挨拶の方でものすごくこう称賛を浴びたねものがこうネットニュースになりましてね、それを本当にこう素晴らしいものだったので、私の方でもねこうご紹介させていただいて、そして私の見解もね、こういった信じるってどういうことなのかなということで、ね、ちょっとお話を、させていただきたいなと思って、今回になります。テレビとかね雑誌の方でももう本当にこう称賛を受けているんですけども、特になんか中国の方とかでね、なんかこう人格者ということで、まだ16歳ですよ。どうしたらそういった視点になるのかなっていうね、本当に素晴らしいんですけども、1分10秒にわたるね丁寧なコメントっていうのがありますので、それをね、ちょっと冒頭に読ませていただきたいなと思っておりますので、お付き合いください。まずはイベントで芦田さんが信じることについて聞かれた時のコメントをお話になります。人のことを信じようと思いますという言葉って結構使うと思うんですけれども、それがどういう意味なんだろうって考えた時に、その人自身を信じるのではなくて、自分が理想とするその人の人物像みたいなものを期待してしまっていることなのかなと感じて、だからこそ人は裏切られたとか期待していたのにとか言うけれども、別にそれはその人が裏切ったというわけではなくて、その人の見えなかった部分が見えただけであって、その見えなかった部分が見えた時にそれもその人なんだと受け止められる、そして揺るがない自分がいるというのが信じられていることなのかなって思っているんですけど、と。でもその揺るがない自分の軸を持つのはすごく難しいんじゃないですか、と。だからこそ人は信じるって言葉を出して、不安な自分がいる時こそ成功した自分だったりとか理想の人物像だったりにすがりたいんじゃないですかと思いました、というですね、芦田さん一つの質問に対して約1分10秒にわたり丁寧な、ね、受け答えをされていましたということが書かれています。本当にこう深いなということと、そして自分自身ですごくこう分かるなという点って皆様それぞれですね、いろいろあると思うんですね。で、私もですね、今振り返ればですね、過去にも当然ね、こう人に裏切られたりとか、自分自身が本当こう苦しくなったり寂しくなったりすることって当然皆様と同じようにあったわけですね。で、そんな時ですよね、まず自分でこう切り替えるって非常に難しい。で、引っ張りますしね、こう自分の心の中で。でもですね、実際にこう考えていった時に、私の場合はその信じるっていうことができなくなった時にリセットをするわけですよね。じゃあどんなリセットをするかって言いますと、最終的に私はご縁というものを考えるようにしています。で、この信じるって部分で言うと、人に対してもですけど自分自身も対してってありますよね。でも相手が去ったりとか、そして自分自身にもご縁がないんだということになった時に、自分自身の中でクリアになるんですね。私の場合は昔はなぜ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 とね、追いかけたりとか相手を問い詰めていろんなことしてた時あります。私も弱くてだらしなかったんです。全然わかりませんでしたね。ですから鬱になっていろんなことになってったわけです。でもですね、実際には何かなと思った時、もう極論から言うと、その人の縁が終わったんだということ、そして自分自身でも動画の一番最初の頃に話をしてます。まだ 顔がね、この状態じゃない時ですよ。人には賞味期限があるってことを分かった時にすごく楽になったんですね。ですから相手に裏切られたとか期待を裏切られたとかね、そういったことっていうのはほとんどあまり意味がないっていうことなのかなと。そしてそれはもしかしたら依存だったりするかもしれませんし、自分が相手に対して期待をかけていた分だけ、自分がそれを返ってこなかった時に、答えがもらえなかった時に、そういった感情が人は出るんじゃないかなってことをね、この芦田愛菜さんの話を聞いた時にね、すごく感じたわけです。で、実際に相手に対してかけた期待というのは素晴らしくていいとは思うんです。
何が大事かって言いましたら、自分自身への期待と自分を信じるっていうこの2つになると思うんですね。で、この2つがあった上で相手を信じたり期待をするっていう部分だったら私は OK だと思うんですね。ただし自分に自信がなかったり自分に期待がかけられてない時っていうのは、相手に対してどんな風になるかっていうと、当てにするわけですね。ですから当てにするともうね、あんまりいい答えってほとんど出なくないですか。出てこないですよね。このねちゃんにお付き合いいただける方には本当分かっていただけると思うんです。ですからよく言います、期待はするけども当てにするなっていう言葉です。期待はするけども当てにするな、これまさにその通りだなと私は思っています。ですから期待をされたかったら、実際まずは自分にちゃんと期待してるかどうかってこと、相手を信じたいんだと思っていたら、まず自分を信じているかどうかっていうこと。ですから相手に向かって出す前にまず自分で確認をしておくってことですよね。特にチームや組織で動いている方ほどです。これは非常に大事な部分じゃないかなと思うんです。ここのズレが起きた時に人間関係がおかしくなったりするんじゃないかなと思うんです。それを大きくまとめた時に、私の先ほどお話しさせていただいたご縁だっていうところで私は見ているわけです。本当に縁がある方であれば戻ってくるし、自分自身が本当にその方を求めていて縁があれば戻ってきて、また新しい関係が築けるだろうと。そしてもし縁がなければ、もう本当に次の新しいご縁がどんどん出てくるんだってことも分かっています。手放すってことですよね。ってことは、手放すためには何が大事かというと、やはり自分なわけですよね。これ本当に私も皆様にこう話をしてますけども、自分自身にものすごく入っているわけです。ですから自分自身が相手を信じる前に自分を信じること、まずこれですよね。この信じるっていう部分で、相手に対してのイメージだけで決めないことですよね。自分自身が思い描いているイメージプラスその方の本質をちゃんと知った上でお付き合いをするとか、ね、そういった部分が非常に大事なんじゃないかなと思うんです。ですからこれからもたくさん私たちっていうのは、いろんな方たちと出会っていきますよね。すごく楽しみじゃないですか。自分が変われば周りも変わるってよく言いますけども、この人を信じるってことだったり、自分に期待することだったり、自分を信じるってことが周りとの関係性を素晴らしいものに変えていくってことは、多分意識的にも潜在的にも自分の心に問いかけるとすごく分かっていることなんじゃないかなと私は思うんですね。もう本質の部分です。ですから特別な何かではなく、自分自身が本当にこのマナさんが言うような形で、自分が相手に持っているイメージの以外のことが起きた時に、自分がどのような形で相手と向き合えるかっていう部分が非常に大事になってくるんじゃないかなと私は思っています。一度や二度の失敗当然ありますよね。人同士の関係性も一度や二度崩れる時もあるかもしれません。ですけども、本当にご縁があったりとか、相手とかね、本当にこれからまだまだお付き合いしたいなと思った時には、泣いてでも謝ってでもね、いろんな向き合い方をしながら、その人とまた新しい展開で築き上げるってことは、素晴らしいご縁でつながっていけるんじゃないかなと私は信じています。今日のこの信じるっていう部分で、ますますいろんな形と会った時に、自分自身がこの方とどのような形でお付き合いしたいのかなっていう部分を、相手の方のコミュニケーションの中、人間関係を築いていく中で、信頼というのを少しずつ少しずつ積み重ねることによって、また素晴らしい人生になっていくんじゃないかなと思っております。本日は信じるというテーマでね、やらせていただきましたけど、皆様どうでしたか。またね、ぜひ何かお役に立てることをお伝えしていきたいと思います。本日もどうもありがとうございました。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなこと、そしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね、 SNS 等もやっておりますので、概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。